どうも皆さんこんにちは、ひとり館です。さて今回僕の本業のね、造園業界でも基本のロープワークである巻き結びなんですけども、このようにね、あの支柱なんかにしっかり結ぶロープワークです。でこれの基本の結び方と弱点注意点で対処法で最後に応用をね、あのご紹介したいと思います。まあ、慣れてくるとですね、こうやって片手でもね、あのできるようになります。まあ、この辺最後後半の方でご紹介していきます。では巻き結びね、クローブヒッチと言いますけど、やり方説明していきます。まずロープを左から右にかけて、で一周巻きますね。こうですね、上側に出てきます。で同じく2周目なんですけども、2周目はこの元ロープの下側にね、出てくるようにして2周巻きます。こうです。そうすることで今斜めにかかりましたよね。この斜めのところに最後この端のロープを通して、で引き締めると、これが巻き結びですね。クローブヒッチとも言いますけど、巻き結びになります。あの引く力で、ね、引き締まるという便利なロープワークですね。でただあのこれちょっと弱点があってですね、まあ、引くことで締まるっていうことなんですけども、まあ、片方がですね、まあ、緩んでしまうと、このようにですね、簡単にスルスルとこう動いてしまうんですよね。まあ、張り具合を調整するときなどにはね、こう便利かもしれませんけども、片方が緩むとあの緩みやすいというね、そういう性質があるということを覚えていてください。で、まあ、通常こっちを緩めるっていう行為はないかもしれないと思うんですけども、あのどういう時に起きるかっていうとですね、まあ、これ締めてるでしょう。片方のロープをあの出てきてる方向に引っ張る分にはいいんですけど、反対にですね、まあ、これだったらこっち側ですね、こっち側に引くと、ほら今グリグリ言ってずれてったでしょ、緩むんですよ、どん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 、はい、これは危ないんですよね。はい、であの、まあ、どういう時に起きるかっていうとですね、今ねこれあの木の杭でやってるからちょっと抵抗があって起きづらいかと思うんですけど、まあ、結び目はここにありますよね。でそれを、まあ、ちょっと端の方に見せて、これを引っ張ろうとするとですね、ずれたでしょ。結び目の中心がこの、 あの引っ張るね、重心の方に引くことによってね、寄ってくるんですよ、こうね。でそうなってきた時に、あの実はこれと同じ現象が起きる起点になる、原因になることがあるんですよ。こうした時にずるって滑り出した時に一緒にスルスルスルってね、まあ、ともすれば起きかねないと。でこういう危険があるから、まあ、巻き結びをして片方で引っ張る時はですね、それが起きないように対処しないといけないですね。片方のロープを反対方向とか重心に向かって引くと、まあ、ずれると。でそうならないための対処法の一つとして、あのずれてほしくないね、このこっちが逃げるわけですよね。逃げないためにここで一つあのループを作って、ね、結んでおいて、結び目のたもといんですよ、引き時計で結んでおいたら、まあ、これはここでロックしますからね、動かないです。これが一つの対処法で、もう一つはあの巻きをね、増やすということなんですよ。まあ、どういうことかっていうと、まあ、出てきたロープをもう一周取ってきて、でこの中に入れます。こう、まあ、巻き結びの巻き結びですね。そうするとあのこの逃げようとするところがあのヒッチって言ってね、引っ掛けられて、これでずれなくなりますね。まあ、こういう対処法があります。
なので、仕事でね、片方で引っ張るっていう時は、そういう危険があるので、先に手を打っておくということを覚えておいてください。ではいろんな結び方をね、今からご紹介していきます。条件としてはこういう杭がね、上に抜けて、こう抜けてあってね、上からこう輪っぱをかけられるっていう条件で使うロープワークなんですけども、ロープを右に寄せて一つループを作りますね。で、同じようにもう一回作ります。二つループができました。で、2回目作った方のループを下側にして2つのループを重ねます。こうですね。そしたら巻き結びができます。で、入れて締めると。簡単でしょ。じゃあ次ね、動画の冒頭で見せたやつ、左手の甲を上にして1つ持って、で、右手は手のひらを上にして持ちます。こうですね。で、この状態で左手は手のひらに返しますね。右手はひらを返して手の甲にします。こう。で、それぞれのできたループを合わせると、これまたクローブヒッチ、巻き結びができます。で、かけて締めますね。覚えやすいやり方としては、どちらも親指の方向がロープに対して外側に向きます。こうですね。で、その親指の方向を互いに内向きにして合わせると。簡単ですね。で、ちょっとそれがね、覚えづらいっていう方は他にも、で、こうですね、クロスした状態でロープを持って、で、今右手が上に来てますよね。で、それを持ったまま左手が上になるようにクロスさせます。持ったままですよ。こう。そうすると、はい、これもクローブヒッチになります。げんこつをクロスして作って、反対にクロスさせる。これも一つできますね。あと最後ね、これもまた冒頭で見せてた片手で結ぶタイプですね。僕は高所作業なんかでね、仕事に使ってるんですけど、ちょっと難しい、覚えるのにね。よく見ててください。ロープを右手にかけますね。こうですね。で、親指としては人差し指の間にかかってます。で、それを手前に跳ね上げて、で、そのままこの最初手元に来ているロープの上にかけます。こう。で、この下にね、垂れているロープを跳ねながらすくい上げて、それを握ります。こう。そしたら今ここのループと親指のループと2つありますね。で、これを合わせると、こうね。これはね、マッスルメモリーといってですね、まさに繰り返して作業で、ね、もう筋肉で覚えちゃう腕の動きでね。最後にご紹介したやつでね、高所作業使ってるって言いましたけど、脚立とか二連はしごでも非常にね、角度のきつい、で、高いところでね、まず安全を取るのにって言ってね、はしごはそれね、結んだりするんですけども、それをね、ここにかけたいっていう時にね、両手離すわけにいかんでしょ。片手はもう安全のためにしっかり持ってて、で、これをかけるまでの間はね、さっきやった巻き結びをして、で、かけますよね。注意点でもお伝えした通り、これ反対方向へ引っ張った時に緩む危険があるので、僕はここでさらにね、さっき対処法でお伝えしたヒッチをかけて、三重にした状態でね、
使用しています。まあ、今ちょっと引き締めてないですけど、まあこんな感じですね。はい、じゃあ今回はね、巻き結びのまあいろいろ結び方もご紹介しましたけども、まあ、役立ちそうだと思われた方はね、ぜひ使ってください。ただし、まあ、命に関わる作業などでね、使用するときはもうあくまで自己責任でね、まあ、危ないと思えたら使わないでください。まあ、僕の場合、仕事で、まあ、安全性と効率をね、考えながら使っています。じゃあ今回は、巻き結びのご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。